こんばんは、アトリエボアの栗山幸子です。今日はですね、ちょっとコラボアート制作の日でして、オブジェを今夜中には仕上がらんかな、ちょっとやりかけなんですけど、そのご案内動画をまた撮っとかないともう間に合わないっていうのが、クリスマスリースの花材セットのお話をさせていただこうと思います。もう毎年してるので多分去年の一昨年のその前のぐらいまでもう3回ぐらいやってるので、それぐらい見れると思います。あの去年一昨年11月ぐらいの動画を遡ってもらえれば、似たようなことは言ってるんですけど今年も花材セットを販売をさせていただきます。で、例年よりちょっと早い受付期間になっておりまして、もう毎年ギリギリにやらなきゃと思ってバッタバタでね、全然あの仕入れる数と販売する数をもう発注してから計算するみたいな、ちょっとパニック状態でやってたので、今年はもうちょっと整理しながらやりたいと思ってるので、明日から受付開始の11月、一応今10日ぐらいちゃんと見ましょう。ちょっと販売ページはもう作ってまして、ちょっと期間を確認します。そっか、アプリだと何日までっていうのが見れないかもしれないんですけど、一応明日10月25日動画出すのは今日かも動画出すのは25日だから今日かもしれないですね。10月25日の夜9時から予約スタートさせていただいて、今のところ11月10日まで受付期間にさせていただいております。発送期間が11月の今22日から12月5日の間で発送しますという感じで設定しております。ちょっとあの販売ページにも注意事項とかこういう事情でっていうのを記載してるんですけど、輸入物のオレゴンもみが船便で来ますので、で検疫の、ね、日程とか船便の日程とかいろいろでカチッと入荷できるかが不明っていうのがあります。ちょっと前後するっていうのもありつつ、でまあ問題なく花材全部揃えて発送できる期間だろうなっていうところで設定をさせていただいております。花材内容が、まあ、毎年と同じで、これ早く使わなくちゃなんですけど、でブルーアイス、ブルーアイスとか、もみの木は実際にはないんですけど、去年のもみの木、これオレゴンもみですね。このもみの木の特徴っていうのが、あの日本のもみの木っていうのは乾燥するともう葉っぱがパラパラパラっとほぼほぼ全部落ちちゃうんですけど、このオレゴンもみはもう乾燥しても触っても落ちないし、緑も結構長い期間保ちますので、まあね、値段が高いんですけど、なんというか海外のクリスマス的なおしゃれ気分を味わうにはやっぱりオレゴンもみがいいかなっていう感じですね。オレゴンもみが入りつつ、あと毎年入れてる、雲竜柳も発注したいと思っています。となんか葉っぱ入れた方が可愛いので、ユーカリかちょっとドライになる葉物か何かを足してっていうのがベースですね。ベースで今回は、もう全部セット、リースベースからワイヤーから飾り付けまで全部セットを毎年販売してたんですね。そのセットとちょっと毎年あの値段が上がってるので、そんなリースベースとかワイヤーとか、まあ、松ぼっくりはおまけで入れたいけど、木の実飾り付けいろいろとかはいらないから、まあグリーンと赤いサンキライの実とかベースの花材は
お送りしますよっていうセットも作っております。それはちょっと、価格帯を下げて設定して2種類掲載しております。はい、ブルーアイスが在庫があるのでちょっと明日あたり作りながらまたゆっくりご案内取ろうかなと思うんですが、25日予約開始なので一応開始前にご案内を出しとこうと思って、急遽撮らせていただきました。はい、感じです、はい、よし、言うことは言ったかな、うん、あとは、まあ、何か話すことがあるかな。ちょっとこれペタペタしながら、うん、ご案内続きになってますけど、あのオンラインレッスンもちらほらお申し込みをいただけていてありがとうございます。10月の31日一応締め切りにさせていただいておりまして、今絶賛受付中という感じになってまして、どうなるか楽しみです今月まで、今月やっていた花材セットの、オンラインレッスン付きっていうのがね、あの申し込んでくださった方が皆さん終わりまして、すごく楽しかったですなんていうか、やっぱり、ね、何回も言ってるかもしれないんですけど、ね、いつもね、ライブだったり動画見てくださってる方たくさんいらっしゃるんですけど、やっぱりお顔が見えるとか実際のお声が聞けるっていうのはすごい安心感というか、やっぱこっちとしては嬉しいですね多分皆様私をいつもね見てくださってるのでお友達ぐらいな感じでいけると思うんですけど、文字だけだとあどういう方かな、おいくつぐらいの方かとかね、分からずにあのお話ししちゃうので大丈夫かなってやっぱり思っちゃう時もあるんですが、本当皆様優しくて、なんかやっぱりこう波長が合う感じの方ばかりで、まあ経由していらっしゃる方は多分 YouTube ご覧くださってる方がほぼほぼなんじゃないかと思うので、今回のオンラインレッスンも多分すごくね、ほんわかしたいい空気でできるんじゃないかなと思うんですけど、個人レッスンもねなんか楽しかったんですよなんで今までやらなかったんだろうって思うぐらい1対1だと何だろう、1対1でしか話せないような会話もできるじゃないですか。なので個人レッスンもね、なんか合間見てちょこちょこ募集をさせていただきたいなって思いました。うん、今何をペリペリ貼り付けてるかというと、木の皮なんです。これうちのユーカリの皮なんですけど、木の皮これ剥がしたわけじゃなくて、あのレモンユーカリうち花壇に一昨年ぐらい、いや 2年前ぐらいに植えたんですよ、ちっちゃい苗を。そしたら1年ちょっとぐらいは全然成長せずに、なんかひょろひょろしてたのが、今年の春ぐらいからもうすっごい成長しだして、なんていうか根付いたんでしょうね。でこんな感じでどんどん幹が太くなって大きくなったから、木の皮がなんか脱皮するみたいにどんどんペリペリ勝手に剥がれていって、あの焼き芋のね、皮みたいな殻がいっぱい取れたんですよ。それをね作品作りに使っています
年はもっとアートな作品をね作っていきたいなって思ってますね。まだ10月で半袖着てクリスマスのご案内をしてるっていうのもね、もう頭の中はもう年末に向けてになっちゃいますよね。お花か変わってらっしゃる方は本当に分かってくださると思うんですけど、なんかね、今年はちょっと去年個展、初個展とか初海外とかで突っ走った分、ちょっと自分を見つめ直さなくっちゃみたいな年だったなとは思うんですけど、ちょっとね、気力が、なんかもう次に向かってる感じなので、今後面白いことが、ね、いろいろご提案できれば嬉しいなと思っております。オンラインレッスンは本当今年、まあ、写真展はね初挑戦でやってみましたけど、個人的に一番初めての挑戦かもしれないです、オンラインレッスンっていうのは。普通にねできる人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、本当に人見知りで人前で話せない性格なので、まあ、YouTube のライブ配信もねやってみたら、意外とみんな優しいし、意外となんか喋ってるじゃんみたいな、コメントいただいたら返せてるじゃんみたいなところで自信がちょっとついて、まあそれができるなら、ね、オンラインレッスンもできるんじゃないかっていう気分になるっていう、本当一歩一歩な感じですよよし、じゃあ私は今夜はこれをなるべく仕上げますさて、じゃあまた、ということで、また、オンラインレッスンは10月31日締め切りなので、もうちょっとで締め切り終わります。11、12、1月分なので、もう10月31日締め切ったら、その3ヶ月分は途中からっていうのは難しいので、初回価格っていうのもあるので、ご興味ある方はぜひっていうのと、クリスマスリースの花材セットは本日の夜から販売開始となっております。でリンクを概要欄に貼っておりますので、お時間ある時に覗いてみてください。はいじゃあまたライブとか動画アップを頑張りたいと思います。ありがとうございますではでは。いけるかな。よし、いい感じ。